渋野ドカカミナ南の友情と挑戦ダウ選手権での熱戦米国女子ツアーダウ選手権3日目ダウ選手権の3日目は渋野ヒマコとカタミナ南のペアにとって試練の日となりました後半の3番ホールパー5では風が強く吹き荒れる中でカタミナ南のショットがグリーンをオーバーし植え込みにまで達してしまいました 渋野日向子がボールを救出しようと試みましたが結局アンプレアブルを宣言せざるを得ず結果としてトリプルボギーとなりましたこのホールでは他の選手も苦戦しており星稜マンアオと孫悟ペアも同様にグリーンを越えてしまいましたしかしラウンド中にはその情報を知る余もなく勝は自分のミスにひどく落胆し自分のプレーで 鳥をををつななら問題ないけけけれど、相手に迷惑をかけてししままったた。と自分責め続けました渋野は「うちが4打目をアンプレしておけばもっと少ない打数で済んだはず」と励ましましたが勝はいやいやその前のショットなのよ本当にと譲らずその悔しさが見しみ出ていました感情のジェットコースター その後の4番ホールパー3では、シビノが見事にピンそばに寄せるショットを放ちました。カクはまだ落ち込んでいましたが、シビノのナイスショットに励まされ、気持ちを立て直してバーディーパットを成功しました。シビノは珍しいくらい調整していたカクスの姿を見たと振り返りましたが、2人の傷が試される場面でした。さらに8番ホールでは、 渋野のドライバーショットが左ラフに入るトラブルがありましたが勝が巧みなセカンドショットでチャンスを作り渋野がミドルパッドを沈めましたこの瞬間2人は力強くグータッチをかわしチームワークの強さを見せつけました初日のラウンドでも フォアサム方式一つのボールを交互に打つで回り息の合ったプレーが続きました共同生活とエネルギー補給今大会期間中渋野と勝は同じホテルの部屋で共同生活を送り自炊を楽しんでいます2人は買い物に行ったり一緒に料理を作ったりしてリラックスしながらも絆を深めています特に夕食のサムギョプサルは2人のお気に入りで 勝が料理担当渋野が食べる担当として楽しみながらエネルギーを補給しています渋野は作ってもらって食べる担当なんでと笑顔を見せました料理を作ることは二人にとっていい気分転換となり試合のストレスを和らげる一助となっていますマツケンサンバとチームワークの向上ダウ選手権では 各チームが選んだ曲に合わせてダンスを披露するというユニークな演出があります。渋野と白のペアは H&M としてマツケンサンバを選びました。二人はホテルの部屋で風呂上がりにサンバを練習し、大会中もそのダンスを披露しました。しかし渋野は橋の上で踊れずに歩きながらになったので満足いっていないと振り返りましたが、 それでも2人の笑顔は絶えませんでしたダンスの練習もまた2人の絆を深めるための時間となりプレーにおいてもポジティブな影響を与えました最終日に向けての意気込み最終日はフォアボール形式で行われ各ホールでいい方のスコアが採用されますシビノはお互いがバーディーをたくさん取って今日の名誉を挽回したいと述べかつも バーディをいっぱい取って貢献できるように頑張ると誓いました二人は互いに励まし合い最高のパフォーマンスを目指していますシビノはお互いを思いやりすぎてパターが打てないこともあっただけどその優しさが二人の強みと語り最終日に向けての決意を新たにしました他の日本選手の活躍他の日本選手も活躍を見せています 旗手岡奈樹と西行魔王のペアは通算10アンダーで10位に浮上し最終日に向けてトップ順位入りを狙いますまた笹間優花とセリーヌ・ブティエのペアも前線を続けています旗手岡は緊張感があったけど楽しかったと語り最終日に向けて攻めのゴルフを誓いましたまとめ渋野日向子と勝みなみの友情とチームワークが光るダウ選手権 彼女たちは困難に立ち向かいながらも互いを支え合い前向きな姿勢でプレーを続けています最終日にはさらなる活躍が期待されます二人の熱い戦いを通じてゴルフの魅力とチームプレーの素晴らしさが伝わってきますシブナ 説明れば好きなのにしのかかふみな未来と勝利の可能性勝利の可能性友情と傷の強さしなつでね ひま子と角南のペアはダウ選手権を通じてその強い友情と絆を再確認しました彼女たちは互いに励まし合いサポートし合うことで困難を乗り越えてきました彼女たちのチームワークは単なるスポーツの枠を超えてお互いを尊重し合う姿勢がプレーに反映されています技術と戦略の成長技術的には 渋野の正確なショットと勝の安定したパッティングが相互補完し合いバランスの取れたチームを形成しています特に渋野の長距離ショットと勝の短距離アプローチが融合することで多様なホールでの戦略が広がりスコアを安定させる力があります2人ともまだ若く今後の成長が期待される選手ですメンタルの強さ今回の大会では 強風や不利な状況にもかかわらず精神的に強い姿勢を見せました特にサクのトリプルボギー後のリカバリーやシビノの励ましの言葉などメンタル面での強さが際立っていますこのメンタルの強さは今後の大会でも大きな武器となるでしょう戦略的なアプローチ彼女たちはフォアサム方式とフォアボール方式の両方でプレーする経験を積んでおり 異なる形式の試合に柔軟に対応する能力を持っていますこれによりさまざまなトーナメントでの成功が見込まれます競争力の強さ渋野と勝野ペアは国内外の競合選手たちと対合う中でその競争力を高めてきました特に日本人ペアとしての結束力とお互いの強みを引き出すプレイスタイルは 今後の大舞台ででも重要な役割を果たすでしょう未来への展望渋野日向子と角南の未来は非常に明るいです彼女たちの成長を見守り次の大会でのパフォーマンスに期待が高まります特にオリンピックやメジャートーナメントなどより大きな舞台での活躍が期待されます彼女たちがこの調子で成長し続けるならば将来的に 数々のタイトルを獲得することができるでしょう。友情とチームワークを武器に渋野ヒムクスと勝みなみはゴルフ界でさらなる成功を収めるに違いありません。